富山県伊水郡のハニー伊水郡は富山県にあった郡1878年に行政区画として発足した当時の郡域はおおむね以下の区域に相当する。上記のうち後に富山市に属する区域は嶺郡氷見市及び高岡市の一部の区域は氷見郡の所属となった。また、伊水市の例外となっている区域は後に当郡の所属となっている。 伊水という地名は、仙台旧字本義に、大川乙足死にが、伊水国造に定められたと記されるのが初見とされる。語源には、諸説あり、出水と介して、川口もしくは、優先地の意とする説、文字通りいられた矢のように早い川の意とする説などがある。江戸時代までは、越中国の北西部一帯を占める軍で、現在の高岡市の一部、 富山市の一部、伊水市、氷見市の地域に相当する。南を、都南郡、東を、根郡、北と東を、加賀国、能登国に接する。律令時代には、不思議に、越中国府が置かれた。1878年の、軍区町村編成法施行の際、軍役所は、高岡に置かれた。1942年の地方事務所設置の際は、 伊水地方事務所が小杉町に置かれた。演劇式神明帳には13座12社が記載されている。大こそは名神大社であるが、写本により、伊水神社とするものと、桁神社とするものとがある。ありがとうございます。